型紙とお花紙を使って桜切り紙を大量生産しましょう。この型紙を使って桜と花びらをたくさん作ってみましょう。型紙は 2L サイズにプリントアウトします。お花紙を 2、3 枚重ねて半分に折ったら、この型紙と重ねてホッチキスで留めます。大まかに切り分けてから線に沿って切っていきます。ホッチキスで留めたところを持って切り始めます。そして最後にホッチキスで留めたところを切り落とします。花びらも花もホッチキスで留めたところを握ってから切っていきます。こうすると切っている途中でバラバラになることがありません。切れたら型紙を外してバラバラにしておきます。切り取った型紙も半分に折って使いましょう。細長く折ったお花紙を半分に折った型紙で挟んで切っていきます。中心から花びらの切れ込みに向かって少しだけ切り取ります。これを広げるとおしべのある桜の形になります。こちらの型紙を使ってもっといろいろな形の桜切り紙を作りましょう。 A3 サイズにプリントアウトして型紙を1枚切り取ります。お花紙は2枚重ねにしてから半分に折ります。それを三角に折ってクリップで留めます。ハサミで切り落としたら、残っている長四角をまた三角に折り、ハサミで切ってクリップで留めておきます。残った長四角も同じようにします。これで3種類の大きさの三角ができました。この三角をさらに5等分に折っていきます。真ん中につけた印に合わせて半分に折った型紙で挟みます。ずれないようにクリップで留めたら、この線に合わせて折ります。さらにもう一度この線に合わせて折って、型紙を外し裏側に折ります。これをクリップで留めておきます。あとの2つも同じようにして5等分に折っていきます。一番大きい三角のクリップを外し、型紙で挟んでホッチキスで留めます。ホッチキスで留めていないところから切り取っていきます。最後にホッチキスで留めているところを切り取り、折り目を伸ばしながら破らないようにそっと開きます。これで一度に4枚の桜ができます。小さい三角は型紙を参考に鉛筆で花びらの形を描きます。クリップを外してホッチキスで留めたら、もう少し模様を付け足しておきましょう。これを鉛筆の線に沿って切り取ると小さい桜が4つできます。一番小さい三角も同じようにして作ります。1枚の型紙から大小12枚の桜切り紙が出来上がります。ラミネートフィルムにスティックのりをつけ、そこに並べてラミネーターにかけると透け感のある綺麗な飾りが作れます。紙の上に広げて並べ、水で薄めた糊で貼り付ければ壁に飾ることもできます。折り紙とは違ったお花紙独特の透け感のある切り紙をお楽しみください。